ィィどうも、PDR さんです。今日は、うざい広告の TikTok について。相棒、何これ読んで。あ,あ、ちょっと待って、子供が。子供楽しい、美味しいご飯の時間ですよ。美味しいいっぱい食べて。 大きくなってね。相棒おう。これ女性ユーチューバー十1 6歳がフリーおっぱい企画。渋谷駅前で60人に胸を揉ませて炎上。ユーチューバーユニットペプシルの秋江氏は見知らぬ人に胸を揉ませるフリーおっぱいという企画を渋谷駅前で実施。フリーおっぱいと書かれたスケッチブックを掲げ、 ユニットの相方と思われる男性と共に道行く人に声をかける。触り方は自由で、前から恐る恐る触る人もいれば、後ろから乱暴に胸を揉みしだく人も出現。日本人男性以外にも女性や外国人も含め60人がフリオッパイオに参加した。ほら、動画見て見ないとダメうん。 A few moments later ねなんかもっと他に、その、もっと、なんだろう。はい、大きく息吸って、吐いて、よし、何しとんねんなんで関西弁そこまでして有名になりたいの ?PDR さんのバカッターの悲しい末路の動画見なかった 絶対見てないこれ黒歴史になるよてかもうなってるし名前は出てるかわかんないけど高校とバイト先がファミリーマートだという情報がもう出てるからバイト先にいらっしゃいませ、ね、君フリーおっぱいの子でしょえもんでもいいあいやねいいでしょちょっとだけ <laughs> みたいな人が来ないことを本気で祈ってるよふふ <laughs> 自分の意思でやってる好きでやってるっていうんだったらわかる って言いたいけど、わからない。そして、多分、モんでる側がエスカレートしないためにいる男性人。もし、もしだよ。これが、君たちの企画で、彼女にやらせてるんだったら、ぜひ、タクシーに惹かれてください。はぁ。あとさ、揉んでる人の中で、明らかに大人いるよね。恥を知れ。大人だったら、えなんでこんなことしてるの君、 これ本当に好きでやってるの大丈夫みたいなことしようよ。確かに。ネットでチヤホヤされたいだけだったら TikTok やればいいじゃん。あれやるのに脳細胞必要ないし、バンバンやってるだけでなんか人気になれるみたいだし。 でももし、YouTube じゃなきゃダメ !YouTube で有名になってお金持ちになりたいだったら、少しアドバイスがあります。でもその前に、プライバシーがなくなる。え、あれ PDR じゃね何やの格好だっせー。ストーカーされる。視聴者が家に来る。いじめられる。そして常に謝罪しなきゃいけない。 でも、お金がもらえる。お金はあると確かに安心するけど、お金で幸せは買えないから。そうかな ?PDR さんがなんでこんなにガラクタをいっぱい買い集めてると思うガラクタが好きだから。違う。心にぽっかりと開いた穴を埋めるためだよ。えでも、いくら物を買っても、その穴は、埋まらない。あの、相棒、なんかアドバイスがあるって。ああ いきなり有名になるんじゃなくて、コツコツファンを集めていった方がいいと思う。<ー>例えば、文人さんは2012年からコツコツ動画を投稿してて、現在はチャンネル登録者1万5千人、そして平均再生数は1万、そして毎回発泡スチロール落ちで、 発砲しとるんじゃないかーこれ発っぽしおうじゃないかー何を言おうとしたんだっけアドバイスあ、そうだ <laughs> !JK ってタイトルに入れただけで再生数伸びるからそんな過激なことしなくてもいいんだよ例えば JK が何々を踊ってみた JK が制服でハンドスピナーやってみた JK が JK にドッキリ現役 JK の JK あるある JK が制服でご飯を食べる 美味し,い美味しいご飯の時間ですよそして少し人気が出てきたら、JK の質問コーナー、彼氏いるの ?JK の可能性は無限大。だからあんまり過激なことをせず、もう少しだけ自分のことを大切にしましょう。そして最後にちょっと紹介したいものがあるんですけど、出発泡スチロールじゃないかー バイト先がファミリーマートだという情報が出てる。あ、ファッキンヘルこの動画が面白いと思ったらぜひ高評価お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。皆さんはこのことについてどう思いますかぜひ意見をお聞かせください。あと、よかったら前回の動画もチェックしてください。では